21世紀のテロの特徴というのは、それまでいわゆるアラブゲリラというとパレスチナ解放機構だとか、あるいはサダム・フセインとか、日本人とはずっと縁がなくてということが言われてきた。で、日本のテロリズムの被害国であったに前世紀は何のことはない、マルクス・レーニン主義の流れで出てきたいわゆる過激派と呼ばれるね、トロツキスト、それたちの世界同時武装革命 のトロツキズムという観念に属する活動の分野であって、それに今度はね、毛沢東の文化大革命以後、毛沢東主義が入ってきた。これも革命は自由から生まれるという世界武力革命なんですね。トロツキーもご承知スターリンに暗殺されちゃったかつての同志ですよね、スターリンの。そういういわゆるマルクス・レーニン主義の流れ、それの鬼子みたいなのがやっておったというふうに見ておられて、東大安田講堂あるいは浅間山荘がどちらかというと毛沢東主義の影響を受けた、銃から爆弾から革命は始まるというね、そういう毛沢東主義だったという意味で、この頃中国の脅威ということを言われてますけれども、これもすでに日本は洗礼を経てるんですね。それでアラブは今度21世紀に入ってから新たな脅威として急浮上して、特にイスラム国家というイスラム国という発想、これはそのイスラムが団結してテロリズムに走ったということはないし、産油国なんてのはみんな保守的でね、どちらかというと君主制敷いて、資本主義で、もう王族たちとの生活格差がどんどん広がっていくという、格差の問題という大問題があったけど、日本の革命とはあんまり関係がなかったのね。で、日本はアラブと新たに対決してるんだということがよく言われております。だけど実はね、歴史を振り返ってみるとそうではなくて、もう1970年代からアラブゲリラと組んでるんです、日本の赤軍がね。ただみんな知らなかっただけで、一番最初の皮切りになったのがやっぱりテルアビブ事件と呼ばれる、イスラエルの首都テルアビブの首都空港、そこで日本の赤軍が全く罪のないカウンターの前に並んでたアメリカ系プエルトリコ人200名ぐらいの観光団がいたんですね。そのプエルトリ、全く罪のない、あんまりそのアラブの王族の繁栄とかね、あるいは石油の独占とか、そういう世界に対する脅威になっているアラブ問題とは全然違う関係の、全く罪のない、本来ならテロリストっていうのがかばってやんなきゃいけない民族的な弱者、プエルトリコ人なんか何の罪もないですよね。それがね、200人ぐらい行列作って飛行機待ってたんですね。で、それを日本の赤軍3名、岡本っていうのが主役で、安田と奥平っていう3人がやった犯行なんですけどね、それが実は PFLP というパレスチナ解放機構の
テロリストたちと組んでやった海軍赤軍派の最初の大きな強行なんですね。でこれは赤軍派が分裂をして、まあ、特に女では永田博子という浅間山荘の主犯の女ゲリラと重信房子という赤軍派の、これはなかなか美人のテロリストでしたが、それと2人の分裂対立構想、それから分かれて赤軍派が国際派と、だからどちらかというと国内派、そういうふうに分裂をしちゃって、一つの組が京浜安保共闘という日共左派急進革命派と一緒になって29名の連合赤軍というのを作って、これは銀行強盗をやったりなんかして、最後は浅間山荘事件に至るわけですけど、そういうグループと、もう一つ国際派と分かれるんです。そのハイジャックをやろうというね、で淀号ハイジャックというのがその第1号になりましたね。で淀号ハイジャックについて1972年の5月30日でしたが、そのテルアビブ空港乱射事件、ロッド空港って言いますけど、ロッド空港乱射事件という事件名で警察には記録されてますが、その僕らはテルアビブ事件、テルアビブ事件と呼んでおりますが、それを刊行したんですね。で1972年浅間山荘の年です。だから同時多発的にあちこちで赤軍派は大きな事件を起こしてました。そのうちの一つが、日本国民はあんまりね覚えてないようですけど、テルアビブ事件というのは大変な事件だったんです。それは飛行機の手荷物の扱い方、それから入国と出国の乗客の区分の問題で、このテルアビブ事件というのはエールフランスでパリからその3人が乗り込んできて、テルアビブ空港の荷物預け所に手荷物を預けんですね。でその中に手榴弾だとかカラシニコフ突撃銃だとか、そういうものが入ってた。それをだからアリタリアのカウンターに預けるんです。でアリタリアは出発客の扱いになりますからね、テルアビブからどっかに行くお客さんの荷物なんか調べはしないです。その向こうの国が問題、入国する先のアメリカならアメリカが荷物の検査しますけど、出発時には検査しないです。その盲点につけ込んで、アリタリア航空のカウンターにエールフランスから降りて入国手続き税関検査の前に中で預けちゃって、それでしらばっくれてまた入ってきてね、でアリタリア空港で荷物を受け取って、でそれはそのままカラシニコフを積んだまま、あれパリでしたかね、パリで積み込まれてしまって、ノーチェックでそのテルアビブに飛んでっちゃったんです。でそれを乗客として乗ってきた奥平と岡本と安田という3人の赤軍犯人がそれを拾って、そこで組み立ててカラシニコフ突撃銃にしてですね、その手榴弾も投げたりして、プエルトリコの罪のない観客73名を殺したのかな、73名が重軽傷だったかな、23名殺したのかな、そういう残虐行為に及んだんです。全く意味もない、プエルトリコの観光客アメリカ人なんてのは、イスラエルで
殺したって意味ないんですよね。そういう全く無意味な大量殺人をこの3人の日本赤軍がやってのけたと。それでその3人はまた PFLP の指導の通りね、最後の一発の手榴弾を発火させて顎の下にくっつけてね、顔と指紋を全部吹っ飛ばしちゃったっていう異常な自殺の仕方で、安田と奥平は現場で死にます。岡本幸三だけは映画の見過ぎでね、その乗ってきた旅客機に、ジェット旅客機に手榴弾をぶつければグレンの炎を上げて爆発炎上するというね、これ映画の見過ぎなんです。そんな現実の旅客機なんていうのはそんな簡単に手榴弾で爆発するもんじゃないです。そういうで、そのグレンの炎に包まって爆発炎上する旅客機に身を投じて自殺しようということで、最後の一発の武器も使っちゃうんですね。それで捕らえられて生け捕りになるんです。で岡本だけが生きたまま捕まるんですね。で、あとの二人は顔も手の指もない、当時我々遺体の写真を見ましたけど、全く日本人のやらない自殺の仕方で、自分の身元を隠すゲリラテロリストの死に方、まあ昔の忍者が、日本の忍者が自殺するときに顔をめった切りにしてね、人相分かんないようにして死んだと言われてますけど、それと同じようなことをやってのけた。そこでね、この日本赤軍テルアビブ事件というのが世界中に鳴り響いちゃったわけです。でね、そんなバカなことをやるテロリストっていうのはない。相手を倒して自分は生き残って革命をやるんでしょ。それが自殺しちゃうというのはね、極めて日本的で、神風特攻隊の精神だということに世界中になっちゃって、それ以来赤軍派が入っている PFLP というテロリスト集団は驚くべきその脅威になった。命がけでやるテロっていうのはどこ行ったって成功するに決まってるんです。自分が死にゃいいんだから。自分が逮捕されること、あるいは殺される、射殺されることを覚悟でやるね、テロリストってのは防ぎようがないんですよ。それで PFLP テロリストというのがにわかに世界中のね大脅威になって、それが次から次へと岡本幸三の威力でもって治安当局、各国の治安当局は赤軍派のメンバーが犯人グループに一人でもいると、これはまたテルアビブと同じことやると、自殺テロなんだということでね、アラブの、そのテロリズムの世界におけるアラブテロリストって、それまで全く存在する価値のないようなパレスチナ解放同盟のテロリストだ。これが世界中恐るべきテロリスト集団に格上げになっちゃったと。それでどこでも日本赤軍が一人でも参加しているとなると、もう全面降伏、直ちに要求を飲んでね、もう獄中の犯人でも釈放するしという、そういうのが欧米治安機関の間に広まっちゃった。そういう国際的な雰囲気を作ったのが日本赤軍派だったんです。だから実はアラブゲリラと一番最初に提携したのが日本赤軍なんですね。で、日本赤軍は重信房子をリーダーとしたグループと奥平グループと分かれちゃうんですね。それで
重信房子の方が有名になりましたよね。で、重信房子っていうのはこの前アラブのテロリストと結婚してハーフが生まれて、このハーフが大変美人に育ちましてね、日本にテロリストの家族だけど返してやれってことで帰ってきて芸能界入りをしたということで話題になった岡本公三っていうのは実はまだ生きてるんです。これはイスラエル国の刑法には死刑がないんです。ですから当然23人も殺した凶悪テロリスト犯人として本来なら死刑なんですけど、それがね、精神異常を申し立ててね、刑事責任がないということを主張して裁判で有罪判決を下せなかったんです。 イスラエルの裁判所が。でこれは釈放されてね、自由の身なんですよ。これだけの凶悪な犯罪を犯した者がね、精神上刑事責任能力がないという例の日弁連なんかがやってるあの国際的なキャンペーンがあって、彼は無罪になって、今岡本公三っていうのはベイルートかなんかに自由に暮らしてる。指名手配はしてるのにね、そういうことでいいのかっていう安倍政権の新しい問題に なりつつあるんです。そういう意味でテルアビブ事件っていうのをみんな思い出すべきなんじゃないかと。それでそのディパーチュアとアライバルとこのお客を分けろっていうのがもう国際的な常識なんだけど、日本では成田でも羽田でも全然区分けしないで、いくらそういうディパーチュア、アライバルを区別する通行規制やなんかも我々は長いこと言ってたんですけどね、実現しないまま来まして、全日空のその機長刺殺事件、面白いことにそういう航空保安行政上そういう欠陥があるよということをね、それを唱えてた学生かなんかがね、自分でね、それいかにそういうことをやると危険なことになるかっていうんでやってみせたんですね、羽田で。それで札幌かなんかに向かって飛んでく全日空をハイジャックして、それで機長を脅かしてコックピットに入って、その操縦桿を渡せと。それでこれはもう本当にマニアっていうか異常な青年でね、レインボーブリッジの下をくぐってみせると言い出したんです。それで操縦桿なんか渡せませんよね。で揉み合ってるうちに刺されちゃって操縦士が死んじゃったと。500人ぐらい乗客乗員おりましてね、あれはもしかすると御巣鷹山日航事件に次ぐ大量の乗客を死なせるとんでもない航空事故になったかもしれない。その事故を全日空のクルーたち、その次の便のクルーがみんな踊ってましてね、それが実力でコックピットを開けてその犯人を取り押さえると、ナイフを持ってるやつをね。で機長は死んでしまいました。そういう恐ろしい大惨事になる恐れのある事故というのは、そのディパーチュアとアライバルを分けないことからね、そういう危ないよと、分けとかないと危ないよということをね、当局に警告をしてたその本人が犯人でやってみせたんですね。でそういうことからも私は運輸省のハイジャック対策特別委員会がすぐできて、それの座長としてね、それをすぐ分けさせたんです。だから今ディパーチュアとアライバルっていうのは 別扱いになってます。
逆流できないように、航空保安行政を180度変えちゃった、それの遠因になった事件です。1972年ですから、もう30、40年ぐらい放置されてた問題が、このテルアビブ事件に先訓がある航空保安行政の一つなんですね。で、改善はされましたけれども、依然として機内に武器を持ち込まれた、その武器に対する警察力の行使というのをどうするかというのは未確定のまんまなんですね。だ、これもやっぱり平和と安全のための行政改革、それの中でもっとハイジャック対策というのも真剣に考えなきゃいかんことだと思います。